ねえねえ神崎くん。なんだ一ノ瀬。神崎くんって体育祭は好き？どちらかといえば嫌いだな。俺は集団で何かをするのが昔からあまり得意じゃないからな。みんなでワイワイするのは苦手そうだもんね。ああ、友達が遊んでいる間も塾ばかり通っていた。俺も外で遊んでいれば少しは性格が変わっていたかもな。私は今の神崎くんでも全然いいと思うけどね。お前はいつも誰にでも優しいんだな。そうかな、ただ普通にしてるだけなんだけどね。こんな俺とも普通に接してくれることに感謝している。そんな大げさだよ。こちらこそいつもありがとう。まさか一ノ瀬、お前は俺のことが。ああ、全然、ずっと素敵なお友達同士でいようね。まあ分かっている、得意じゃないことはするものじゃないってな。次回、逆境は真実へと至る最初の道筋である。また来週お会いしましょう。